ただいま入場してまいりましたのは、豊郷駐屯地に駐屯する各部隊です。関越部隊を紹介いたします。スタンドから向かって左側、赤色のマフラーを装着している部隊は、第49普通科連隊です。常備自衛官と即応予備自衛官で編成されている部隊です。通過は地上戦闘の骨幹部隊として機動力、火力、近接戦闘能力を有します。また第49普通科連隊は当駐屯地のほか東海、北陸及び関西地区の6つの駐屯地において召集訓練を行っています。続きまして黄色のマフラーを装着している部隊は第10特科連隊です。火力戦闘部隊として大量の火力を随時随所に集中して広域な地域を火力で制圧します。また三河地区の防衛警備を担任しています。続きましてその隣、同じく黄色のマフラーを装着している部隊は第10高射速化大隊です。対空戦闘部隊として各種機材を広範囲に展開し、ミサイルにより敵の航空機などを撃墜する任務を有しております。続きましてその隣、エンジ色のマフラーを装着している部隊は第6施設群です。今年50周年を迎える第6施設群は昭和48年に豊川駐屯地に創設されました。第6施設群はここ豊川のほか、福井県鯖江市、岐阜県各務原市に連鎖部隊が駐屯し、東海北陸地域の防衛災害対応における施設作業の要として任務に当たっています。50周年を迎えるにあたり、伝統は次の半世紀を合言葉に、今後も豊川駐屯地の中枢を担っていく部隊です。続きまして、藍色のマフラーを装着している部隊は左から普通科直接支援中隊、特科直接支援中隊、校舎直接支援隊、施設直接支援中隊です。それぞれの部隊の小銃などの火器、車両などの装備品を整備する部隊です。続きまして、豊川駐屯地業務隊、会計隊、基地通信隊、警務隊の業務所管です。業務隊は駐屯部隊の任務遂行に必要な施設の運営や管理、物資の補給、衛生、福利厚生などの駐屯地業務を行います。会計隊は駐屯地の会計業務を行います。基地通信隊は駐屯地における基地システム通信を維持運営しております。警務隊は警護、道路の交通統制、隊員の規律違反の防止など部隊内の秩序維持に寄与しています。団長は A に座ってる。団長ピンク色入ったやつがあるけど、小さくて若いかと思ってた。でも一応ね、ピンク敷いてます。あ、そう。弾みようになってますけど、まあ、
入場してまいりましたのは豊川駐屯地業務所隊大学施設群第10高所特化大隊第10特化連隊および第49普通科連隊の各部隊指揮官であります。変更爆料入場。ただいま入場してまいりましたのは、本日関越部隊の指揮を執る第6施設群副群長野上明弘二等陸佐です。関越部隊指揮官に敬礼。
舞台整列役目さらかすただいま入場してまいりましたのは本日の執行者であります。第10特科連隊長かねて豊川駐屯地司令矢野秀樹一等陸佐です。ただいまより豊川駐屯地創立72周年記念式典を挙行いたします。執行者号弾国旗に対し敬礼。ご着席ください。舞台トレケン、トレケン、トレケン重衛名前だ。
ました。砲弾。指揮校舎、指揮時、指揮者のみ敬礼。出しません。さよならー！出しません！本日、ここに、衆議院議員、根本幸典様、衆議院議員、今枝東一郎様、衆議院議員、家徳和彦様、をはじめ、市町村長議員議会の皆様、駐屯地協力団体の皆様と、多数のご来賓の賜り、豊川駐屯地創立72周年記念式典を4年ぶりに施行できますことは、豊川駐屯地全体の大きな喜びとするところであります。豊川駐屯地は、昭和25年12月に、警察予備隊の駐屯地として、この三河の地に誕生して以来、72年間の歴史を歩み、充実、発展してまいりました。これもひとえに、豊川駐屯地に対するご支援、ご協力を賜りましたご来賓の皆様、そして、三河地域の皆様の自衛隊に対する深いご理解と、真にある支援に賜るものと深く感謝し、申し上げますとともに、歴代駐屯地をはじめ、ご先輩方、並々ならぬご人に改めて敬意、感謝を表すものであります。さて、我が国周辺の安全保障環境は、かつてないほど弱を許さない状況にあり、ロシアによるウクライナ侵攻を見るに、いつ、何が起こるかわからない状態にあります。また、国内においても、内海トラフ地震、首都直下型地震と、大規模震災が発生する可能性がある中、台風、豪雨に伴う災害の頻発化、激甚化しており、我々は様々な任務に対して、遂行して監視することが重要と認識しています。隊員所管においては、自衛隊に与えられた使命の重さと、国民の皆様の高い期待に肝を銘し、あらゆる事態に遂行し、任務を完遂しうるよう、周囲に励むことを要望します。地域と共にある東京駐屯地の歴史と伝統を継承し、誇りと自信を持って任務を完遂してもらいたい。最後になりますが、本日、ご対応中にもかかわらず、ご臨席を賜りましたご来賓の皆様、ご来場いただきました皆様に、隊員一同を代表して、重ねてお礼を申し上げるとともに、皆様のますますのご発展とご健勝を心より祈念し、祝福しております。令和4年10月15日、豊川駐屯地で、一緒に、やんでください。執行者、講談。来賓祝辞。ここでご来賓の皆様よりご祝辞を賜ります。衆議院議員今枝総一郎様、お願いいたします。皆様、改めましておはようございます。ご紹介いただきました14区この地元の衆議院議員の今枝総一郎であります。本日は豊川駐屯地72周年の記念行事、こうして皆様の素晴らしいご参加のもと、最高の天気に恵まれて開催できますことを心から喜びを申し上げます。またこの国書とも言っていい中、皆様におかれましては、本当に日々の訓練もそうでありますし、ただいまの平然とした様子、心から私も気持ちを強く持たせていただいた次第であります。先ほど来お話の通り、ロシアによるウクライナへの侵略、また台湾、そして何よりも北朝鮮の
ミサイル、こういった非常に激動の世界の情勢の中で、また我が東海岸の情勢の中で、皆様が日々訓練をしっかりとしていただいていること、そして先日も大きな台風も静岡でも大災害を起こしましたが、そういった時に国民、県民、市民の命を守り、そしてしっかりと暮らしを支えていただいていることに心から敬意を申し上げたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いを申し上げまして、挨拶は短く、そして我が国の繁栄は永遠に終わります。こちら ありがとうございました。衆議院議員重徳和彦様、お願いいたします。はい、どうぞ楽になさってください。ご紹介いただきました衆議院議員の重徳和彦です。お隣愛知12区岡崎西尾の選挙区で活動するものでございます。私からは3点短く申し上げたいと思います。1つ目は、この陸上自衛隊豊川駐屯地の皆さん方は地域とともにある、そして歴史の中にあるということであります。この夏の、あれは3年ぶりに開かれました豊川駐屯地の夏祭りの時にも矢野駐屯地でおっしゃいました。この豊川駐屯地、自衛隊は地域とともにあるということであります。今日は72周年ということであります。誠におめでとうございます。72年間ということは、戦後77年を経た今の日本において、そのほとんどの時期において豊川駐屯地で皆さん方がご活躍をいただいておるということであります。本日も自衛隊の協力会、講演会、家族会、そして三遊会をはじめ、多くの支援者の皆様方が長い歴史とともに皆様方をお支えいただいていると認識をいたしております。まだ岡崎の私の地元の方でに関連することを申し上げますと、最近ですね、海上自衛隊ですが、護衛艦新しく矢作という船が就航いたします。これに関しましても、地元を挙げて、まあ、文字通り三河を流れる矢作川に由来する船の名前でありますが、みんなで応援していこう、こんな体制も取っているわけでございます。2点目は、皆様方の今まで以上に重要な任務についてであります。みんなが知っているように、災害時には皆さん方の大変なご尽力で、要救助者を助け出したり、その後の避難所運営などなどについて皆さん方のご協力をいただいていることは、多くの国民の知るところでございます。それに加えまして、昨今の緊迫した東アジア情勢に基づいて、この年末にはいわゆる防衛大綱をはじめとした防衛三文書が整うことになってまいります。多くの皆さん方、例えば弾薬が足りてないんじゃないかと、あるいは部品が足りてないんじゃないかと、日々の訓練や任務においてもこと書くようなことがないように、防衛に関する予算もしっかりと充実をさせていかなければならない。安全保障委員会のメンバーの一人でもございます私も、そういったことに力を注いでまいりたいと存じます。そして3点目は、防衛軍事といったものはあくまで最終的な手段であります。日常的な平和外交が何よりも重要であります。先ほど今枝議員からもお話がありました。ロシア、中国、北朝鮮、厳しい環境の中で、私たちは、例えば韓国、過去の歴史においては不幸な一時期もあります、未だに揉めていることもありますが、ここは未来志向で、同じ民主主義国家であります韓国、そしてアメリカとの友好的な外交関係を結んでいかなければならない。これが国政における我々の役割であり、皆様方のご協力をいただいて、抑止力や最終手段であります防衛、軍事といった面においてもお力をぜひとも賜りたいと存じます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。よっしゃー
ありがとうございました。続きまして自衛隊協力会三河休んでください。さあ休む、ご紹介いただきました自衛隊協力会、三河連合会会長の豊川市長藤本でございます。本席にはですね、北の市町村の副長さん、そして、議会議長さん等も、ご来場されておりますが、代表して一言ご挨拶申し上げます。まずはもって1年365日そして1日24時間国防に従事していただいておること心より感謝申し上げます。そして今国民は多くは2つのことを望んでいると思っております。一つは先ほど来話がありました通りロシアのウクライナへの侵攻、そして中国での台湾周辺本当に日本近海での演習、そしてもう一つは北朝鮮の弾道ミサイルの問題でございます。先日東海防衛局長さんがお見えになりました。その時に言っておりましたが、8月に締め切った財務省への概算要求これは増額となっているそうでございます。それとは別に事項要求と申し上げまして項目に金額の中には含まれてないが、要求もしておられるということでございます。ぜひともですね国防費こういったような形で防衛省予算が増えることを国会議員の皆さんもお見えになっておりますのでどうかよろしくお願いいたします。そしてもう一つはですね、水害全国的には本当に水害が多いでございます。令和に入りましても令和元年には長野県千曲川の堤防決壊令和2年には熊本県球磨川の氾濫そして昨年は熱海の土石流災害そして、今年に入りまして、静岡県内での、大雨による水道水の断水こういったような問題が含まれております。自衛隊の皆さんにおかれましては年間500回にも及ぶ災害救助に当たっておられます。多くの国民は皆さんの活動を本当に安心のよりどころとしております。ぜひともこれからも災害救助の面でもご尽力をお願いしたいと思います。結びにあたりまして豊川駐屯地のますますの発展と隊員の皆様のご健勝ご多幸ご祈念申し上げまして私からの挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。よっしゃありがとうございました。本日にするにはパイロットの高度なテクニックを要求されますが今回はさらに難易度を上げタイプが異なる航空機により一時変態機構をご覧いただいております。 T4 の優れた機動性をご覧ください。関越更新
同じく本部管理中隊です。指揮官は村瀬健二一等陸尉です。第3中隊です。指揮官は東山俊博一等陸尉です。続いて愛知県春日井駐屯地に駐屯します。
第10警察隊のオートバイおよび八沼市警察警戒車です。機関は野口慎吾自動力橋です。続いて滋賀県今津駐屯地に駐屯します第10警察隊隊の74式戦車です。機関は山本レナン自動力橋です。